どうも、新宿アボイ金城です。井田です。新宿アボイの中年の市長でございます。はい。はい、自転車の方って乗ってますか？自転車乗ってないですね、もう。乗ってない。はい。前の、今の焼きこすりにもう廃車にしましたね。廃車にしたの？はい。廃車に。はい。すごい。いや、この間ね、はい、寄せ終わりでさ、うん、歩いて帰ってさ、で自分の駅に着いて家まで歩いてたらさ、うんうん、スマイリーさんがさ、よく会うのよ、会いに住んでるから、はいはい、基本的に朝会うことが多いな、うん、スマイリーさんお子さんを保育園連れてきて、あ、なるほどね、はいはい、それの帰りとか、うん、多分そのお子さんの保育園の帰りだと思うんだけどさ、うん、チャリンコ乗せてさ、うん、ママチャリン乗ってさ、うん、爆走してたのよスマイリーさんだって、スマイリーさんって言ったら、おいす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 んごい爆走してたまあよく会うからね笑ちゃった笑っちゃったわ暴走族だよすんげえもんね、確かにね、なんか久々に会う人だったらちょっと一回自転車止めてさ、あの、おー久しぶりとかね、あるけど、なんかなんかわかんないけどちょいちょい会うようになったらもうなんかね、いや確かに、いやこれでさ、俺本当に ほとんど面識ないんだけどさ、うん、なんかとある芸人さんがさ、うん、チャリンコぶっこいでんの見てさ、うん、あこの辺に住んでんだと思ったんだけどさ、うん、あのトロサーモンの久保田さん俺見たのね、見たんだけどさ、うん、持ってるチャリンコがさ普通のチャリじゃなくてさ、うん、すっげえぶっといタイヤのさ、あー見るたまにすごいすんごいの持ってんなと思って、バイクみたいなやつ、うんうんうん、あるね、ちょっとわあこの辺に住んでるのかなと思ってチャリンで来るから、あまあね、チャリンコ乗ってるってことはそうだな、うん、久しぶりに芸人さん見たよ、ちゃんとした芸人さんちゃんとした芸人さんいないですか、中野界隈にちゃんとした芸人さん、ちゃんとした、いやいやスマイリーさん見たスマイリーさんも暴走族だよ暴走族ってなんか急いでたんでしょ、おそらくそんなすんごいスピードだったまあなんか急いでたんだ、急いでたん、確かにね、急いでる時に、この間私も浅草にちょっと会ったんだけど、あのこの時間の電車乗りたいと思って、あの歩いて、ちょ電話しながらちょっとね、あ歩いてたんだけど、そしたら向こうの方から来て、うん、で、あああの子だと思って、うん、で、まあ、手振ってさ、うん、ああっつったけど、うん、立ち止まって喋る時間ないなと思ったからさ、そのまま手振りながら、ああってこう電話でも喋ってるから、もう 手振るだけ振ってさ、あっち立ち止まってさ、ちょっと久々だからさ、なんか喋ろう喋ろうとしてるけど、俺そのまま行っちゃうからさ、あ悪いことしたなと思ってさ、で後からあ連絡先してたっけなと思って調べたけど知らなくて、そう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 、そういう時ってなんかね、あら申し訳ないなとは思っちゃう、あ、うん、ね、ちょっとお何してんの浅草で、うん、何遊びに来たのとかなんかね、うん、一言二言ね、うん、そうそう、なるほどね、そうあれ申し訳ないなと何年かに一回会う人なんだけどさ、そう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 、そういう感じだったね、そういう感じだったな、スマイリーさんも、うん、すっごい久しぶりに会ったの、でもいつも朝だ、だから、え、もう子供は乗っけてなかったんでしょ、乗っけてた、あ、乗っけてた、あ、急いでたんでしょ、多分乗っけて、多分帰る、家帰る途中だと思うんだよね、あ、乗っけて家帰る途中、途中、まあ、だって夕方だから、あ、夕方か、そう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 か、なるほどね、夜ご飯とか夜も買いに行くのかわかんないけど、家も多分家もだいぶ近いところだと思うんだよ、ね、あ、だいぶ近いんだ、俺の予想はね、あ確かに私のウォーキングしてるスマイルさんと会ったことあるんだよな、あないんで、うん、そうそう、あ、そうだ、俺もしてたんだ、そうそう、してて、そうそうそう、お互いしてた、夫婦でしてた、おあ、うん、そう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 、昔すごいよくあの与座さん、元ホームチームの与座さんにすれ違ってたんだけど、与座さんもよく会った、うん、ま、最近全く見なくなったな、それこそ弁当のデリバリーバイトしてる時、与座さんの家行ったもん、うん、普通の見たら、おお与座さんだと思って、おおざますそうそうそう、ここも美味しいんだよね、とあそうですよね、美味しいですよね、ここのつってあそう、いやもう会わなくなっちゃったよ、またちょっと引っ越しちゃったもんだから、いやそっちに住んでる人いないの、お笑いの人、いや、いないね、聞かない、全然聞かない、ああ、
あそこに住んでる人は聞かないね。うん、だってもう一回もすれ違ったことないよね、芸人とは。まあ、人も住んでないしな。住んでるわ、もう。妄想だろ。いや、一回来なさいよ。来てみなさいよ。住んでる。廃屋ばっかりじゃないそんなことない。ポツンと一軒あるでしょ。ポツンと一軒いいよ。よく、よく毎回来てるよ、こうやって。そんな場所から。いや、中野とか杉並住んでる、もう中野新橋住んでる時はもうしょっちゅうだよ。しょっちゅうはもう誰かしら。だからあの辺住んでる芸人とかはもう当たり前のように。だから本当にスマイリーさんじゃないけど、自転車乗ってても、うん、あったって、おぉ、おぉ、おぉ、すごいぜ。もう本当こんな感じ、止まりもせず。そうそう、もうなんか当たり前のように会うから。ね、うん、会うから。いや、それこそ、中野のあそこのブロードウェイというかさ、サンロードか、商店街のアーケード、まあ、あの辺なんて夕方歩いたらもう漏れなく会うでしょ。俺会ったことないなって。ああ、そう、俺会ったよ。知らないだけかな。うん、ああ、まあまあまあ、そういうのもあるかもね。俺あの人名前なんつったっけな、もともとマセキの芸人で、うん、YouTuber になった人いるじゃん。あの芸人をもう完全に辞めて YouTuber になるっつって、なんだっけ、星野さん、星野拓哉さんじゃなくて、コンビでさ、プリットチャンネルっていうチャンネルをやってるんだけど今で、そうそう、その面、そのなんか2人組のコンビが何人か連れてさ、でプリットチャンネルってやってんだけどさ、で異様にそのチャンネルがハマってさ、ものすごい 見てた時期があって、面白いな、なんかハマっちゃってすんごいいろいろ見てて、だそのお団子くんっていう子がいて、今出てるのかよくわかんないんだけど、でもうなんか主要メンバーみたいな感じじゃない、むちゃくちゃ見てたからさ、そのサンロード中野歩いてる時にそのお団子くんが来て来てさ、ああお疲れ様です、あ、新宿カボイの金木です、あ、いつもちょっと見させてもらってます。僕がしたら歯だろう。びっくりしてたよ、あっち。誰ですか？いや、誰ですかとは知らない人、ファンのおじさんですか？誰ですかとはなんなかったけど、いやいや、もちろん存じ上げてますよみたいな感じだったんだけど、いや、すいません、逆に僕から挨拶しなくて、いや、あ、すいません、僕もちょっとファンなんでって、そうそう、チャンネルをものすごい見たから思わず今ちょっと声かけちゃって、あの人だってなっちゃってつってあっちびっくりしてて、でもやってる人とは思えないよ。いや、なんか異様に見てて、もうその矢先に来たもんだからテンション上がっちゃって、おーっつって。いや、なんないんですよ、やってる人は。いや、ほら、ライブとかでは会ってないから、その人は芸人やってんのよ。あ、でも一緒のライブには出たことないから。多分その時始めましたね。じゃあもう一方的に知ってるってことだよね、こっちが。そうそう、こちらね、そうね、一方的に熱を持って知ってたから。そうそう、まあ、うん、まあ、え、何なんすかと思ったと思うよ。いや、思うよ、異様なテンションで俺が挨拶したから。知らないおね、でかいハゲたおじさんがここに入ってくから、うん、そうそう、で、まあ、向こうからしたら、まあまあそうやって有名なチャンネルの人だから、うん、まあ、なんかまあファンの人かなぐらいの対応だろうね、多分。いやいや、知ってたんだって、一応知ってはくれてたのよ、私のこと。いやいや、ちょっと待って、な、話聞いたらおかしいな。言ったでしょ、私、知ってはくれてたって言ったでしょ、前段階で。知ってんの？いや、知ってるよ、おう、知ってる、いや、すいません、いや、でも僕ちょっと面識なかったんで、すいません、そんななんか挨拶そんなもんと思ってたら、金木さんのかなっめちゃくちゃ怖いよ、それ。まあ、それはそれ怖いだろうなと思って、めちゃくちゃ結構前よ、もう結構もう何年前だけどさ、あれ、どう、あ、今はもちろんのかな、まあ、わかんないです。あの当時はグレープにいたんじゃなかった？今、どうしてるのかな、うん、そうなんだ。いや、確かにね。そうです。まあ芸人さんに、まあ、会うとテンション上がりますよね。あ、テンション上がりますよ。はい。そうそうそう、上がります。はい。はい。ありがとうございました。